どうもー。ご飯のおかわり大好き、みつでございます。今回は、弥生軒やばいっていうことで話していきます。他にもね、社会問題とか、放送大学についてとか、いろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに、わかりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あと、このチャンネルはですね、みっちゃんのいろんな話参考になるなーとか、なんかラジオみたいにね、聞き流せるなーとか、そういう風にね、言ってもらえるようなチャンネルを目指しておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、早速話していくんですけども、僕が定期的に行ってるお店でね、弥生軒っていうお店があるんですよ。僕ね、ちょっと弥生亭っていうのと間違っててね、何ヶ月か前に、あ、弥生軒って言うんだってね。まあ、ちょっとした間違いってなんかあったりすると思うんですけどもね。で、このお店で、アプリをね、出してたんだけども、お得なね。これが、2022年の、2月1日からね、このアプリが、変わったよと。で、この内容がすごいんでね、ちょっと紹介していこうかなと思うんですけども。まあ、この動画を見てるってことは、弥生軒にね、行ったことがあるとか、お店の前をね、通ったことがあるとか、ちょっと入れてないけど、通ったとかね。まあ、そういう方が多いと思うんですよ。いや、うちの、県にはね、まだ来てないよという方もいるかもしれないんですけども、まあ、弥生軒っていうと、まあ、大戸屋とかね、まあ、その辺がちょっとライバルなのかなと。まあ、サイゼリヤとかだともっと価格帯が安いのでね、サイゼリヤとかだと、もっと若い人が多いのかなと思うんですけども、この弥生軒っていうのはね、まあ、バランスがいいと。一汁一菜なんて言いますよね。まあ、そういう、なんていうのかな、まあ、ご飯に、肉か魚、または味噌汁と、ちょっとしたなんか野菜とかね。まあ、そういうバランスが、いいっていうのが売りなんですね。まあ、あとは、ご飯がね、おかわりし放題とか、出汁無料っていうのがあってね、このご飯にこうポットから出るね、出汁をこう入れて、で、まあ、漬物は一瓶ね、こう割り当てというかな、あるんで、ご飯にこう漬物をね、乗っけて、出汁を入れて、まあ、お茶漬けみたいなのができるとかね、まあ、その辺が、まあ、ご飯おかわり無料なんでね、何回もできると。まあ、その辺も魅力の一つなんですけどもね、旧型のアプリだと、おこメーターっていうのがあってね、まあ、お米のキャラクターみたいなのがあって、それをね、100ポイント貯めると、この新たなクーポンがもらえると。例えばエビフライ無料とかね、あとはなんかポテト大盛り無料とかもあったかな。まあ、そういう割引じゃなくて、もう一品どうぞみたいなね、そういうのがあったんですね。で、この新しいアプリが、結構すごいんですよ。僕もまだ使ってないんですけどもね、アプリはちょっとバージョンアップしたんですけども、この新しいのにね。で、何がすごいかっていうと、2022年の3月末まではね、この何回でも使える何度でもパスっていうのが出ましたと。で、どういう内容かっていうとね、この辺、まあ、生姜焼き定食が税込みで490円だったりとかね、この味噌、カツ煮定食ですか？まあ、これが630円だったりとか。まあ、これがですね、3月末まで、何回でも使えると。何度でもクーポンというのがあると。で、アプリを見るとね、何度でもクーポンの他にですね、いわゆるね、普通のクーポンっていうのもあって、それはですね、2月末までなんですけども、いろんな商品がね、無料で、もらえると。いうことなんで、まあちょっとダブルで使えるかどうかわかんないですけどね。まあ、こちらで何度でもクーポンで安くして、クーポンね。クーポンはまあちょっと何度でもじゃないんですけども、ポテトを無料でもらったりとかね。まあそういうなんていうのかな、今まで行ってた方も満足できるしね。この、まあ僕の動画をきっかけにして行ってみようかなっていう方もね、満足できる。まあそういうようなね、サービスが、やっているということですね。まあ、あとね、旧型のアプリで、結構ね、ミニゲーム楽しんでたっていう方もいるかと思うんですけどもね。まあ、その方も、
うん、新しいアプリになってもね、ミニゲームは健在なようなので、知ってる方だとね、メガ盛りとかね、メガ盛りだとこう、5ポイントもらえたりね、お子様盛りだと1ポイントとか。ただまあ、僕その、弥生県でこう食べててね、この、お店の中にこう、QR コードを読み込むのがね、こう置いてあるんですよ。で、それでスマホで QR コードを読み込んで、食券のね、この半券、そこに書いてある、数字を入力してね、まあ、ここに、ちょっと見えないかな。食券にね、記載されている、ラッキーナンバーをアプリに入れて、まあ、その食券に書いてある番号ですね。4桁だと思うんですけどね。新しくなったら。まあ、それを入れると、こう、ゲームができると。まあ、そういうのもね、健在だということなんで、よかったらですね、ただまあ、僕、ご飯食べてる時にね、QR コードをこう読み込んで、クーポンなんか打ち込んでる人っていうのは、まあ、一回も見たことないんで、僕だけかもしれないですね。アプリ見せてこう、クーポン使ってる人自体が見たことないですかね。だからまあ、これはでもさすがにね、何度でもクーポンは結構使う人いると思うんで、よかったらですね、この何度でもクーポンと、0円になるクーポンね、そっちは使い切りなんですけども、そちらをね、駆使して、こういうね、ご飯が美味しいね、こだわり、お米にこだわってますよというお店なのでね、ぜひですね、近くにあるけど、行ってないという方とかね、まあ、まだうちの都道府県にはないよという方もいるとは思うんですけども、ぜひですね、機会があったら行っていただければいいのかなと思っております。僕もね、あ、そうだ、僕のね、おすすめはサバの塩焼き定食なんですよ。で、なんでかっていうと、これね、アプリの中で、食材がね、どこの国の産地かっていうのが大体わかるんですよ。まあ、お米は国産なんですけどもね。肉がアメリカ産またはカナダ産とかね。まあ、あと中国産があったりとか、あと台湾も、ブラジルもあったかな。で、そういう中で、サバ塩だとね、ご飯が国産で、サバがね、北欧産なんですよ。ノルウェーとかね、そっちの方。まあ、僕はその辺の産地もちょっとこだわってるんで、北欧だとね、なんていうの、魚のサプリというかな、DHA とか EPA とかね、そういうこう、高品質なサプリの、原産国にもなってたりするんでね、僕はまあ勝手にノルウェーサーモンとかね、こうスーパーで売ってると買ったりするんで、自分としてはなんか健康にいいのかなというふうに思ってるんで、よかったらですね、サバの塩焼き定食でね、この味噌汁を豚汁にチェンジするとかね、野菜をちょっとトッピングするとか、そんな感じでですね、ぜひやってみたら、どうかなと思っております。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。またねー。僕も大好きな店です。バイバーイ。